新地球は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーのシリーズ2第1話、2006年4月15日に BBC1 で初めて放送された。本作は、ターギソードと呼ばれるミニエピソードが作られた最初のエピソードでもある。本エピソードの舞台は50億年未来の惑星新地球で、2005年のエピソード、地球最後の日での地球の破滅後に人類が移住した。 惑星である。本作では、異星人のタイムトラベラー10代目ドクターと、コンパニオンローズ・タイラーが、かつてのテキレディカサンドラと再会し、病院に勤めるヒューマノイドの猫の看護師が病気の治療法を発見する方法として、無数の人造人間に、すべての病気を感染させていることを彼女と共に暴く。本エピソードについて、私はビリーに楽しいエピソードを約束した。 だから新シリーズの一つは、ビリーのためのコメディに、特に根差すんだ。とラッセル・ティー・デイビスはコメントした。新地球での野外のシーンは、ウェールズのガウアー半島のウォームズヘッドで2005年9月26日に、撮影された。病院の地下は、ニューポートのトレデガーハウスで撮影された。人間の標本が入っていたポットのロケは、以前、 マネキンウォーズでネスティーン式体のアジトにも使われた救世主工場が使用された。病院のシーンはウェールズミレニアムセンターの中で撮影された。終盤でドクターとローズがカサンドラを連れて行ったナイトクラブはカーディフ湾のレストラン BA オリエントで撮影が行われた。カサンドラの顔と体はポストプロダクションの間にザミルが制作した。 プロデューサーと監督のクレジットは、クリスマスの侵略者以降わずかに修正されており、そのためクレジットは下部に表示されて、クルーメンバーの名前は大文字で表記された。これは、以前のアレンジでは、クルーメンバーよりも仕事が重要に見えると感じた、ドクトルーマガジンの編集者の提案による。本エピソードの舞台は2005年のエピソード、地球最後の日の24年後であり、2007年の、 エピソード、大渋滞の13年前にあたる。カサンドラの初期の自我はパーティで美貌を褒めたチップに根差し、チップの正体は、後の、彼女自身である。最初のチップの出自は不明であり、因果のループを成すと、オーディオコメンタリーで、ラッセル・ T ・デイビスはコメントした。また、クリスマスの侵略者から、ターディスが移動していることを、デイビッド・テナントがコメンタリーで指摘した。 映像化されなかった冒険があった可能性があり、さらに導入部がすでにクリスマスの様子ではないことから、ドクターがおそらくそこで一時期生活していたと彼は推測した。猫のシスターの一人を演じた、アッジョ・アンドーは、ドクター・風シリーズ3の5エピソードとシリーズ4のフィナーレ2エピソードにも出演し、マーサ・ジョーンズの母、フランシス・ジョーンズを演じた。彼女は、オーディオ・イヤー・オブ・ザ・ピックで、 ナース・アルバーティンも演じた。イギリスでの東野の視聴者は最高で830万人に達し、最終的な視聴者数は862万人に上って、その週で9番目に多く視聴された番組となった。視聴者評価指数は85を記録した。2006年8月29日には、ZTA、L により2006年8月29日に、フランス語版が、 ユヌ・ヌーベル・テールというタイトルで放送された。カナダ放送協会による本作を含むカナダ英語版シリーズ2の初放送は2006年10月9日に行われた。BBC で放送された女王と狼男の予告編の拡大版で締めくくられアレンジされたテーマ曲は放送では流れなかった。また、特別に収録された主演俳優の一人を特集した。 導入部のない初めてのエピソードにもなった。日本語版は2006年12月12日に NHKBS2 で初放送され、地上波では NHK 教育により2007年12月4日に放送された。2011年3月26日にはララ TV で放送された。新地球はクリスマスの侵略者ともに通常版の DVD で2006年5月1日に、 リリースされ、2006年11月20日にはシリーズ2のボックスセットの一部としてもリリースされた。完全版シリーズ2セットの DVD に由来するコピーがネットフリックスに使用されていたが、これは32分時点で突如映画テキサスチェーンソービギーニングのシーンに切り替わるというエラーが生じていた。このエラーはネットフリックスがディスクを在庫から除外して、 BBC が問題を解決した。このエラーは、ネットフリックスの所有するコピーにのみ発生した。なお、日本語版では、シリーズ1の DVD ボックスに収録された、クリスマスの侵略者とは別に、シリーズ2の DVD ボックスに収録され、地上波での放送に先駆け2007年5月23日に発売された。特典映像としてメイキングである、ドクトルコンフィデンシャル、 ニュードクターが収録されている。イグンは、新地球を10段階評価で7.2とし、これは面白いエピソードではあるが、全話ほどドラマチックなインパクトはない。全体的に、新地球は、ドクターとフェイス・オブ・ボーのシーンや、カサンドラに憑依されたローズとしてのビリー・パイパーの演技といったあまりある興味深い瞬間があるが、ゾンビの攻撃は、ドクター風のエピソードとしては、 強い違和感を抱いたと結論付けた。SFX 誌のニック・セッチフィールドは、せっかちで生き生きとして時折大声で笑うという、調子がシリーズの開幕にふさわしいか疑問視したが、猫のシスターというコンセプトとテナントの演技を称賛し、結末については大雑把なコメディを真の感動へ連成すると高評価した。2014年に、ザ・エヴクラブ誌に、アラスター・ウィルキンスは、 本作の批評を描いており、C の評価を与えた。制作の難しさゆえに、重要な文脈が、ストーリーから抜け落ちていて、特殊効果も、効果的でないと彼は綴った。さらに彼は二つの、相入れないトーンで板挟みになっているとして、本作を批判し、カサンドラに救済を与える結末には当惑すると、取り上げた。彼は一貫性がないと感じたもののテナンとの演技を、 高評価し、ローズのキャラクターが物語から失われているとした上で、パイパーの演技を称賛した。ありがとうございます。